オミゴットは Java で記述されたコンピュータ翻訳支援ツールである。2000年に k e y s g o リ d f r e e により開発され、現在はデ d エブリルらにより開発が進められている自由に使える改変できるソフトウェアである。オミゴットはプロの翻訳者向けに開発されている。主な機能の特徴として正規表現を用いたカスタマイズ可能な分節化、参考訳文としての参照や、 訳文の蓄積が可能な翻訳メモリ、用語集や辞書ファイルの参照、ハンスポールスペルチェック辞書を用いたインラインでの綴り確認機能などがある。お見事は Linux、MacOS、Windows 上で動作し、Java 1.5を必要とする。27の言語環境で使用可能である。2010年の調査によると、プロの翻訳家458人のうち、Wordfast、d e j a v メムワックユーザー数の1、3、また最も利用されているトレイドウスユーザー数の1、8がオミゴットを使用している。オミゴットは2000年にキースゴードフリーにより開発された。当初は C で記述されていたが2001年2月の最初のリリース版以降は Java で記述されている。この版では翻訳メモリにプロプライエタリな翻訳メモリ形式を用いており、 成形されていないテキストファイルと HTML ファイルの翻訳とブロック単位の分節化だけが可能であった。おミゴッソースコードの開発情報は sourceforge.net 上に公開されており、現在のプロジェクトマネージャーは dd.ebril ディディである。他の多くのオープンソースプロジェクトと同様、おミゴッの新バージョンは高い頻度でリリースされ、 その都度いくつかのバグ修正や機能改善がなされている。完成した取扱説明書が含まれる通常版と説明書に未記載の新しい機能を含む開発版が存在する。最新のソースコードはソース工事のコードレポジトリで入手可能である。おミゴットは一つの翻訳作業ごとに使用するファイル一式を含めたプロジェクトフォルダーを生成する。ユーザーは 日本訳の原文文書をソースフォルダーにコピーしておく。翻訳作業の最後には翻訳されたファイルがターゲットフォルダーに格納される。お見事は原文文書にある翻訳可能な部分を分節化した状態でユーザーが翻訳を入力する編集ウィンドウに表示する。翻訳を開始する前に既存の翻訳内容を TM フォルダーに用語集をグロッサリーフォルダーに ストリックと形式の辞書をディクショナリーフォルダーに置いておくこともできる。翻訳作業時に、おみごとはこれらを自動的に参照する。おみごとは今翻訳している文章とこれまでの翻訳内容を自動的にチェックし、類似したものがあれば、それを参考訳文ウィンドウに表示する。翻訳者はキーボードショートカットを使ってその内容を編集中の 文節に挿入できる。あらかじめ、プロジェクトフォルダーに、用語集と辞書ファイルを追加しておくと、オミゴットはその内容も参照する。Google Translate などの機械翻訳の機能を有効にしておくと、随時、機械翻訳ウィンドウに、その翻訳内容を表示する。翻訳が終了すると、オミゴットがファイル一式の翻訳版を生成し、プロジェクト全体の現在の翻訳内容を、 tmx ファイルに出力する。このファイルは今後の翻訳に重要が可能であり、また必要であれば、オミゴットや他の翻訳支援ツールを使用している他の翻訳者と交換できる。オミゴットは他の主要な翻訳支援ツールと同等の機能を多く持っている。翻訳メモリの生成、その追加や出力、翻訳メモリに存在する参考訳文の参照。 用語集の参照、参照ファイル中の一致検索機能などである。オミゴットには他の翻訳支援ツールが必ずしも持っていない機能もある。例えば、いくつかのファイル形式であれば、オミゴットが直接翻訳できる。オミゴットは、その拡張子でファイル形式を判断する。ファイルの拡張子と対応するエンコーディングは、デフォルトの設定に追記する形でカスタマイズが可能である。 成形された文書については、オミゴットは市販の他の翻訳支援ツールと同様、その成形情報をタグに変換することで処理できる。オミゴットで直接翻訳することができるのは以下の形式である。オミゴットが対応していない形式のファイルを扱うには以下の2つの方法がある。ザリフによる対応カッピフレームワークのレインボーを用いると、いくつかのファイル形式をオミゴットが取り扱える。 ザリフ形式に変換できる。レインボーであれば、そのような文書から、オミゴットプロジェクトフォルダーを生成でき、オミゴット上でより取り扱いやすくなる。ゲテックスと PO による対応多くのファイル形式は、ゲテックスとポータブルオブジェクトファイルに変換できる。PO ファイルは、オミゴットで翻訳可能である。デビアンリナックス上で、使用可能な PO4A は、や ポット形式のファイルを GetX と PO 形式へ変換できるプログラムである。Translate Toolkit トトは、文字ら、Properties や DTD ファイル、CSV ファイル、特定の QuickTime、TS ファイルや Zarif フ,ファイルを GetX と PO 形式に変換できる。Office OpenXML、または TOF による対応バージョン97から2003までの Microsoft Word、 Excel、p o w パワーポイント文書ファイルは OfficeOpenXML 形式または TOF 形式に変換できる。完全に可逆な変換ではないため形式情報が失われる可能性がある。お見事が内部で保持する翻訳メモリはユーザーは確認できないようになっている。しかし翻訳プロジェクトが自動保存されるたびに新規のまたは更新された翻訳内容が 自動的に出力され、3つの TMX 形式の翻訳メモリファイルが生成される。生成されたレベル 2TMX ファイルには、オミゴットの内部タグが TMX タグに挟まれた形で含まれ、この TMX タグによって TMX レベル2に対応した他の翻訳支援ツールで参考訳文として使用できる。バージョン1.4ビット以降のオミゴットであれば、レベル1と、 レベル2の TMX ファイルをインポートできる。オミゴットへインポートされたレベル 2TMX ファイルは、そこに含まれるレベル2タグをオミゴット自身が変換するため、ネイティブ TMX ファイルと同じように扱える。オミゴットが使用できる用語集ファイルは UTF-8 エンコーディングで記述され、拡張子が TXT や UTF-8 であるタブ区切りで記述された。 プレーンテキストファイルである。用語集ファイルの構造は極めて単純である。最初の列に原文の用語、2番目の列に対応する訳文の用語、そして3番目の列に内容に関するコメントを加えることができる。このような形であるため、テキストエディターなどで簡単に作成できる。用語データ交換の標準フォーマットである TBX ファイルや、 標準的な CSV フォーマットで記述された構造化されたテキストにも同様に対応している。オミゴットプロジェクトは翻訳者たちの要望に着目するコンピューターに詳しいメンバーのグループと言える。オミゴットのユーザーは翻訳者からのニーズのうちオミゴットプログラム本体ではまだ実現されていないものについては対応が可能なツールをユーザー自身で開発し、 公開することを推奨されている。おミゴッのユーザーインターフェースとドキュメントは約30の言語に翻訳されている。興味があるボランティア翻訳者はユーザーインターフェースを手軽スタートガイドおミゴッ起動時に表示される短いチュートリアルおよび取扱説明書の全体の翻訳に携わることができる。すべての言語ファイルと取扱説明書の翻訳内容は オミゴットの標準パッケージに含まれている。オミゴットのユーザーコミュニティの特徴として、オミゴット本体に機能が不足していると、その役割を果たすマクロやスクリップと、プログラムを作成しようという機運がユーザー間に生まれるという点がある。オミゴットが段落単位の分節化だけに対応していたときは、あるユーザーが、 文章単位で分節化できる openoffic.org e マクロを作成した。オミゴットで翻訳メモリを自動的に活用する場合、翻訳メモリを結合する必要性が生まれたが、あるユーザーが TMX 結合スクリプトを作成した。オミゴットに綴り確認機能が存在しなかった頃、複数のユーザーがスクリプトを作成し、オミゴットを用いた。 翻訳作業の流れに綴り確認を加えることに成功した。現在、お見事にはない機能を提供するツール群には、トレイドースタゲデターファイル用の変換ユーティリティや、2種類の単純な整列ツール、その場で用法を追加できるツール、そしてタグを自分で配置可能にするツールが含まれる。オートシュマトには、コンピューター翻訳支援ツール、整列ツール、 pdf 抽出ツール、tmx 編集ツール、収集データを基準にしたパブリック翻訳メモリなどが含まれる。The Finish とバージョンウィルインクルード、エ d e A Terminology Manager&A Machine t a r コンピューター翻訳支援ツールの部分は、オミゴットが元になっており、実行には openoffic.org e が必要である。その開発は、 南アフリカ共和国の芸術文化科学技術賞による支援を受けている。弁天ンンはエクリプスをベースにしたザリフ編集ツールである。翻訳メモリを参照するプロセスでオミゴットのソースコードを使用している。ボールトランはスタンドアロンウェブベースで動作するオミゴットプロジェクトの仕組みを模擬したコンピューター翻訳支援ツールである。オミゴットのソースコードを元にしている。 従って、オミゴットが翻訳可能なあらゆる文章を同じく翻訳可能である。また、オミゴットとほぼ同等の用語集と参考訳文の機能も持っている。現在、公開されているボールトランのサーバーは開発者のウェブサイトのみである。しかし、誰であってもそこへ公開、または非公開のボールトランサーバーをセットアップできる。オミゴットは オミゴット1.45を元にしたコンピューター翻訳支援ツールである。オミゴットはオミゴットと同じ仕組みで動作する。しかし、プロジェクトファイル群に互換性はない。ありがとうございます。